するようなイメージで、車体には周りの木々や風景が映り込み、一体化するようなものとしました。前面ガラス張りであり、360度の景色が楽しめます。車内の白い柱は稲佐山の森をイメージしたものでございます。スロープカーは斜面を進みながらも乗車席を常に水平に保ち、皆様が心地よく景色を眺められるような設計となっております。山頂駅までのお時間を十分にご堪能ください。
末の5時50分でございます。18時から15分間隔の運転となります。停止の際お聞き入れますので